まあ、見られてもメンバーなんだよね。そうでもね、マスク一日中つけてるとやっぱね、なんか荒れるらしいし、ということで、あの今日これもらいました。何か分かりますでしょうか。こちらなんとででんテンション、最近テンションが高いめなんですよ。なんかね、え、なんかえ、どういう、あ、これあれです。先月七夕のやつです。これ七夕のイベントみたいなのあったじゃないですか。ゼリーがもらえるやつ、あれ、あの剣が入ってるらしい。お取り寄せグルメチケット、タラバタのね、短冊ですよね。短冊をいっぱい投げてくださったので、それのゼリーが頼めるやつが入ってるみたい。ちょっと見ますね。フルーツゼリー9個も入ってる、すごい。これを頼みます。届いたらまたショールームでご紹介しますね。食べよう一緒に。ありがとうみんな、これもらいました。これちょっとママに書いてもらおうそう、お肉の時も券が届いて頼んでみたいな、お家に届くみたいな感じでした。9個めっちゃ入ってる。ゼリー9個も食べれるなんかふーちゃんの卒業まであとちょっとなんて考えられないね。明日、あさってか、あさってなんて考えられないよマジで本当にまだ実感がない。いや、みんなないですよね、あんまり。なんか卒コンとかリハとかやっても、やってもわからん。でも卒業コンサートって初めてじゃないですか。こう STUで卒業コンサート行われるの初めてだから、あと実際に卒業コンサートに立つのも初めてじゃないですか。やっぱどういう気持ちなんだろうって思うのと、なんか不思議な感じですね。でも全然実感が湧かない。いたわるバラありがとう。そう、お手紙でした。嬉しい。ありがとう。でもお昼はマイカーで、夜が卒業コンサートってめっちゃ嬉しいだろうね。マイカーのメンバーも
ファンの方も。でも体力はほんまに心配やけど、まあなんとか。でもこれでも踊るとかさ、ここで STU で踊ったりすることがないなくなるんだと思ったら、いや確かにいっぱいステージに立ちたいよなって思う。さっきまでスペシャルギットが目に見えてた気がする。あれ、イサムタルさんありがとう。そう、ただなんか台風が来そうだったりね、なんか心配だけど、でもくーちゃんの最後のステージだから、やっぱいっぱいお見送り送り出したいっていう気持ちはいっぱいある。ねえ、いやなんかね、私本当にメンバーがめっちゃ好きなんですけど急になんだみたいな感じだけど、いやなんかメンバーが本当に好きなんですよ、 STU のメンバーが。なんか本当に卒業しないでほしい本当にもう本当に卒業しないでって思う。ふーちゃんが卒業したら、まあ、岡田奈々さんを抜いて1期生の、あ、STU の1期生とドラフト3期生は16人になるんですよ。信じられなくないですかあの出向のミュージックビデオを見てくださったらわかるんですけど、まあ、出向はあの風を待つの時のカップリング曲なんですけど、ミュージックビデオがねすごいちゃんとしたのを作っていただいてあるんですけど、あの選抜組は、まあ、いて、でこれ非選抜っていうか選抜じゃない人別々で撮ってるんですよ。あの2サビとか見てもらったら分かるか、2サビがこう場所によって選抜の人があと踊ってる場面と選抜じゃない人が踊ってる場面があるんですけど、車両後半というところ、あの船の下の車とか入るようなとこあるんですけど、あそこほんまに選抜は16人じゃないです。で、非選抜も16人ぐらいいたんですよ、当時は。もうね、非選抜だけで16人とか、15、6、7とか結構多くて。いや、な、半分になったし。っていうか、最初、多くて。でまあ、ドラフト生も5人入ってきてくれたのでさらに増えたんですけど、それにしてもあと16人しかいないのかと思うととても寂しい。でもマイハはもうメンバーが本当に好きだからマジで卒業しないでほしい気持ち。でで、マスターダルマラとヒサプちゃん、世界ありがとう。そうなんですよ、もうね、なんか前は人と話したり、まあ、メンバーとかなんか人と会って
って楽しくおしゃべりしてる時がほんまに幸せなんですけど、そうなんか大好きな大好きなメンバーがさ卒業していくの本当にね見れない、見るに耐えないって感じ。私本日48になりました。どういうこと？あ、お誕生日ってこと？え、おめでとうございます、キネさん。何でお祝いしようかな。ギターはちょっと最近触ってなくて、多分チューニングしなきゃいけないので書こうかな。書きます。じゃあほのたんと同じ誕生日なんですね。ほのたんと一緒だ。ほのたんも今日お誕生日おめでとう。同じ誕生日じゃね。髪どこ？ん？ ん？ この前ここにあった髪はどこだ？実質ほのたんおもろい。実質だってほのたんは22歳ね、今日で。いいね、素晴らしいじゃないですか。いいですね。めっちゃでかい紙に書いてある。誕生日ってちょっとワクワクする派とワクワクしない派がいますよね。マイ派はお誕生日ワクワクする。なんかみんなからおめでとうって言ってもらったら嬉しくなるよね。なんかその誕生日であることに対してワクワクはしないけど、なんかメンバーとかがおめでとうって言ってくれたりとか、他の人が喜んでないや、お祝いしてくれたりするの嬉しい。あとショールームの時間が延びる年はすごい嬉しいかも、ワクワクする。そう、でもなんかみんながおめでとうって言ってくれるのは嬉しいけど、なんか誕生日だから嬉しいっていう気持ちはあんまりないかも。なんかあんま実感しないですね。毎年私の誕生日10月4日なんですけど、なんか人からおめでとうみたいな言われて初めて、あ、今日誕生日だっていう実感が湧く。クリスマスとかもそうだね。なんか夜のクリスマスパーティーとかをして初めて今日クリスマスだーってなるタイプだから、ちょっとなんかあんまり実感が湧きにくいのかもしれん。キズさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキムさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、イエーイ、おめでとう、48歳、イエイエイエイ、おめでとうございます。おめでとう、いて、パチ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 、
いいですね、お誕生日。まあでも自分に、あ、でもな、誕生日嬉しいよね、シンプルに。いや嬉しいだな、嬉しいだな。昭和48年前の48歳でめっちゃいいですね。あ、でも前派もね、平成16年前の16歳なんですよ、そういえば。今すごくない？平成16年じゃった、そういえば16歳ね。これ結構すごいいい、いいこと、いいこととか、ちょっとワクワクしてるね、これ。一生に一回しかないけん、この一年間、この何年生まれの何歳が揃うのは一生に一年しかないから、もう大切にしていこうっていう気持ちを持ちながら、あと2ヶ月で誕生日ですから。あと2ヶ月言いふらそうかな。マジで今気づいた。言われて初めて気づいたね。それはあるよね、マハマ今、あ、そういえばと思った。次はセブンティーンやけ。ちょっと待って、そんなことある？そう、ちょっと待って、めっちゃくしゃみが出そう。あー、はい、通知が届きました。そうそうだね、今日は 何が言いたいかって別にすぐ特にないんですけど、あのね、本当に前は本当に最近、最近ってほどでもないけど、最近特にメンバー愛が爆発してるわけなんですよ。メンバー愛が爆発してるから、もうね、もう本当にもうメンバー好き好き、本当にマジメンバー好き好きだみたいな気持ちですね。なんかマツさんありがとうすか。そう、なんかやっぱスタジオ愛もすごいんですよ私。どれぐらいすごいかっていうと、ロック画面をスタジオのみんなのこれにしてるぐらい好きです。でもやっぱりね、メンバーがみんな好きだね、みんな好きですね。なんかなんだかんだ言って、まあなんかね、私ほんまになんかライバル意識が本当になくて、なんか多分良くも悪くもライバル意識がなくて、なんかメラメラしてない、メラメラしてるっていうか、そのパフォーマンスが好きなんですよ。ステージに立って歌って踊ることが好きなんですけど、なんかだからそれ、マイハの好きなパフォーマンスをいっぱいするには、その選抜に入って16人に選ばれるしかないよねっていうところだからこそ、その選抜に入りたいって、まあ表題曲歌いたいってとかもあるけど、なんか人と比べたりとか、なんかあんまりライバル意識がメラメラしてない
のが、まあ、いいところで、まあ、まあそういう人がいいと思う、そういう人がいてもいいと思う。なんかそのいやなんだろうね、なんかでもみんなはなんで選抜に入りたいのかな。なんでみんなは選抜に入りたいんだろう。ワイハは、まあ、表題曲を歌いたいっていうのもあるけど、なんか最初は STU の中心メンバーになりたいっていう思いがあったんだけど、でもなんかそれもよく考えてみたら全部パフォーマンスにつながるなと思って、そうか、じゃあ実際何を思った STU の中心メンバーっていうのかというのもあるよね。ワイハはいっぱいライブとか出てて、なんか歌番組とかにいっぱい出てる人は結構中心メンバーだと思ってる。なんかその中でも特になんかひなちゃんとかふーちゃんとか分かりやすく言えば、まあ、もちろんゆみりんとかちほちゃんとかもあるけど、まあ、なんかその辺はめちゃめちゃ中心って感じだけど、まあ、でもその端っこにいたとしても真ん中にいたとしても、まあ、パフォーマンスをする数は変わらないじゃないですか。あの同じ音楽番組に出てるっていうことと出てないは差がすごいけど、いやちょっとまあどこにいても大事なポジションじゃけどね。どこも大事なポジションじゃけど、やっぱねいっぱいパフォーマンスが したいんですよ。好きなんですけど、公演に出るのも選抜だったりとか、なんかね陸上公演の時とかもなんか公演に出る人ってなんか私の勝手なイメージでなんか選抜の皆さんがこうお外のお仕事メディアとかのお仕事を頑張って、なんか選抜じゃない子が劇場を頑張るみたいなイメージがすごいあったので、なんか船ができたらいっぱい出れるのかなって思ってたんですけど、なんか陸上公演もほんま数回しか出てないぐらい。なんでなんかその時はやりたいことができてないなっていう感じはあったけど、いやー船ではでも最初はゴゴレバで選んでもらったからほんまにいっぱい出たんよ。50回以上出てやばいと思って。でなんか僕恋公演もあのゆみりんの位置をやらせてもらったりとか、うん、あとはかのんちゃんの位置とみちの位置と覚えて、まあみちの位置で出る予定だった時にちょうどユミリンも出れなくなっちゃって、なんか交互にユミリンとミチの位置を出たりとかして、ちゃんとミチの位置は出てないけどなんか一応ミチの位置も覚えてみたいな感じで結構ねいっぱい出番をいただいたんですよ。そうでも嬉しかったね。まあ普通にメンバーが少なくなってその同じ人がいっぱいポジションを覚えなきゃいけないっていう、まあ、事態になったっていうのもある。そういやでもこれはねあれですけど、なんかゴゴリバ公演の時初日メンバーに選んでもらったんですけど、なんか後半っていうか途中からなんか私もう出れる日なのになんか私の名前がなかったりすることが増えたので、なんか自分でいっぱ
ぱい覚えようと思って、マジ死ぬほど覚えた、困りまで。そう、なんかそれはちょっとなんでだろうみたいなのもあるけど、なんかその時はとにかくなんかステージに出ることしか頭になくて、なんかそういうのほんまに、なんかファンの皆さんはすごいなんか怒ってくれたんですよ。マイハが初日メンバーなのに、マイハが違う位置を覚えてるのおかしいみたいな言ってくれてる人も多かったんですけど、なんか確かに今思えば確かにそうだなとは思うけど、なんかその時ほんまにね、なんでだろうって、まあ、なっても理由も分かってるから、じゃあ他の人のとこを覚えなきゃいけないっていう、なんかまずとっさの判断ができたんですよ。なんか落ち込むとかそういうの前にマジで、あ、他の人覚えなきゃ覚えなきゃと思って、だからパッてすぐ覚えたんですよ。マジ天才かと思う。だからね、まあ、なんかそういうたまたまじゃなくて、自分の意思とか、あ、意思とか努力もあっていっぱい船は出れてるなって思う。結局何ポジぐらい覚えたんだっけ、何ポジ覚えた、自分のポジション、あずさちゃん、誰がポジションやってたっけな、誰がポジションだっけ、もう全然思い出さない。私、あずさちゃん、かのんちゃん、ん、誰だ誰だ、全然思い出さない。でも結構覚えたよね、覚えてないけど、誰のポジションだったかもほんまに覚えてないですけど、でもゴゴリバの時に一個問題が発生して、なんかまさかのこうほんまにダブルブッキングみたいなことが起こって、当日の朝になって、なんか私が、あ、ココアのポジションで出ると思ってたんで、じゃあココアのポジション覚えたんですけど、ココアのポジションで出ると思って行ったらココアが来たんですよ。で、なんかえってあって、なんか1時間で一つのポジション1公演分全部覚えたんですよ。え、これはほんまに快挙、もう今までで一番頑張ったかもしれない。いや、まあ、なんとかなると思ったけど、いやほんまに、いや、そんなことあるんだみたいな。で、なんかその時はなんか誰々のポジションでみたいな、お願いしますみたいな連絡も来なくって、なんかただなんかその発表されたメンバーを見て、あ、私ココアのところなんだろうなと思って、マネージャーさんに、私ココアのポジションですよねって聞いたら、あ、そうだねって帰ってきて、まあ、そのポジションを覚え直すは結構いろんなポジションやってるからね、今日は〇〇ちゃんだけど明日は〇〇ちゃんみたいなこともよくあったので、なんか一回一回全部忘れちゃうの。なんかその人はポジション覚えるってことは、もうその他のポジションを忘れるの一回ってことは、ココアのポジションを覚えた、あ、じゃあ、あと1時間で全く違う人のポジションを覚えなきゃいけないみたいな、いや、すごいことが起こったんですよ。まあこれは何じゃろ、本当は私かのんちゃんのポジションでやってもらおうと思ってたらしく、ただ私はかのんちゃんのポジションをやったことがなかったんですよ。でもなんかやったことがあると思った、やったことがあると思い込んじゃってて、やったことないんですけど、なんで私ができるポジションで考えたら、ココアのポジションしかなかったんですけど、でもココアが来たんですよ。何事みたいな。
あの感じでもすごい大変だった。泣きながら覚えた。でも結局ノーミスで覚えたんですよ私。ノーミスで本番をやりきりました。なんかそのおかげでなんか大抵のことはできるなって、それがあったから大抵のことは乗り切れるって思った。だって一公演何曲あるよって感じだけど、それを1時間で全部覚えたんですよ。何でもできると思って、ほんまに自分を天才だと褒めたたえたいぐらいすごかったんです。そうなんかそのいう事件もあって、そうなんか私今日ココアのポジション、あ、なんかみゆみゆに確かあの今日誰のポジションでやるのって言って、あ、ココアだよって言ったら、え、ココアいるよ今日って言われて、えって言ったらココアが来て、えみたいな。でその瞬間にもう私そうみたいな、え、待ってどういうことみたいな。でもマイハもちゃんと確認したけんね、私は。でもね、確認したんよって言ったら、え、ちょっと待ってってなって、まあ、確認してくださって、うん、やばかった。でもメンバーも結構なんか初日メンバーなのにほんまに何ポジも覚えてて偉いねみたいなすごい言ってくれて、そう、いやちょっと難しくって、なんか出演メンバー発表されるじゃないですか。でこれがちょっとややこしいのが、例えば今の公演だったら、まあ、ありちゃんがいる、ゆみりんもいる、あ、みちゅもいるってなったら、まだ出れないんですよ。だってあのかのんちゃんの元々のポジション今ありちゃんがやってるんですけど、まあ、ありちゃんのポジションとゆみりんのポジションとみちゅのポジションしかまだ知らないわけだけど、そこにマイハが名前があったら、え、なんでってなるじゃないですか。でも実はアリちゃんがもう一個ポジション覚えてて マイキューのいるポジションを覚えてたりするのね。なんかそういうことがあるからちょっとね、自分で判断するのは難しいんですよ。そう、なんかこう頭なんかパズルするんですよ。あ、この人はここに入るから、じゃあ私ができるのはここだなみたいな感じで、頭の中でこうパーッとこうやっていかなきゃいけないのがちょっとややこしくって間違えちゃったんだよね。そう、そう、アリちゃんがもともとマイキューのところのポジションをやってて、でカノンちゃんが卒業してアリちゃんがじゃあもう一ポジ覚えますよってなってるので、まあ、そのスライドに関して全然おかしくはないんですけど、そう大変なんですよ。難しいですよね。でもだからマイハがマイキューのポジション出るとで思われてたりとかしてたけど、そう結局あそこみたいなそこなんだみたいな感じで結構難しいでしょ。そうなんでしょ。そう、まあでもね、あれに関してはあの運営さんも悪くないし、マイハも一応ちゃんとマネージャーさんに確認してたのでマイハも悪くないと、まあ、ただ負担があるのはマイハだよっていう話なだけで。そう、まあ、大変だったけどいい経験だったなと思う。想像ができないってか今のマイハできないと思うほんまに。まあでもね、いい経験したなと思う。誰も悪くないんでっていうのはあれでもほんまに、まあそういうこと誰でもある。あともう一個マジで焦ったのはスタジオ公演の初日ですね。スタジオとしての初披露は完璧ライブ、あ違うわ、無観客ライブか
だったんですけど、もうとにかくやばかったね、あの時も。なんかスタジオでになりましたよって言われてから、なんかじゃあスタジオ公演、あ初日この辺になりましたって言われた日と初日がめっちゃ近かったよ、もともと。そう、ヒューさんありがとう、なんだっけ、金魚鉢ありがとうございます。あのでその時ちょうど僕恋、あ違う、おも恋のミュージックビデオ撮影とかぶってて、思い出せる恋をしようのあのダンスシーンがあるじゃないですか。まあ大体サビとか踊ってたりするんですけど、あれも覚えなきゃいけなくて、なかなか覚えられなかったんですよ、あの思い出せる恋をしようが。でもそういうこともあって、スタジオを覚えながら思い出せる恋をしようも覚えなきゃいけないみたいな。でもあのスタジオを覚えてる場合じゃないし、思い出せる恋をしよう覚えてる場合じゃなかったんよ。どっちもどっちも大事だからそのどっちかをやっとる場合じゃないし、逆にどっちかをやっとる場合でもなくて、大変だった。でなんとか、まあ、やりきって、スタジオって、まあ、パフォーマンスをメインに活動してるじゃないですか。なのでなんか覚えました、じゃあ出れますじゃなくて、もう覚えてからが大事じゃん。もうなんか覚えてから振りをかっこよくしたりとか、上手に見えるように練習したりとか、その期間が大事なんだけど、もう覚えることで精一杯だったよ結局。最後まで初日は、それなんか初日のほんまに数日前に新しいメイクノイズとかマストビーナウとか振り入れがあって、いやでもウザとか野蛮な求愛とかも覚えなきゃいけないみたいな。でマストビーナウとかメイクノイズの振り写し、まあ教えてもらうのがあるんですけど、それさえもついていけんかったよ、難しくて振りがもうなんか一人だけみたいな感じで、いまだに残ってるぐらい本当にできなくて。いやでもこれ、この新しい曲で振り入れをしてもらったのにもかかわらず、これできませんは無理だし、でもここの曲ね時間をかけとる場合でもなくて、いやもうこれって本当に大変だったんですよで、まあ、その初日がミチュの生誕祭だったんですよね、その無観客だけど。でなんかミチュの生誕祭っていうのと、マヤハのマヤハとクーカちゃんのスタジオ初日っていうのが被ってたんですよ。なのでミチュもおめでたい、でもマヤハたちもやばいみたいなそう、なんかそんな状況だったので、もう本当にすごかったでそうなんかミチュの生誕祭、まあ、終わってはけた瞬間にブワーって泣いて全然泣くつもりなかったんですけど、超号泣みたいな。でも自分もなんで泣いてるか分かんなくて、なんか本当にとりあえずひとまず終わってよかったっていう解放っていうか、ほっとした感から多分涙がすっごい出てきて、もうずっと号泣して、ずっと、もうみちの生誕祭の日なのにずっと号泣してた大変だと思う本当に。そう、くうかちゃんとかがなんか本当に私たちよく頑張ったよねみたいな感じで言ってくれて、でなんかメンバーもすごいなんか入ってくれたのが前入ってくるからでよかったとか、なんかめっちゃさ、なんかもうほんまにさ、めっちゃ優しい言葉をね投げかけてくれたわけ。めっちゃ嬉しかったな。でも嬉しかったけど、なんかほっとしたのもあるし、 100% あ今出せる 100% 出せたけど、なんかあんまり上手ではなかったね
なんか振りを覚えましたという感じの段階だった。なんかプレッシャーはすごかった。でもスタジオっていうのがある分、なんか自分が入ることでクオリティを下げちゃいけんって思ったし、でも結局ね、まあ、初日はどうしても振りを起こすのが大変すぎて、あのなんかその先のかっこよさの追求とかができなくて、なんかクオリティを下げてしまったって思って、悔しさもあったかもしれないけど、でもなんかいっぱい、ね、みんながね一緒に練習してくれたりとか、うわもうなんか感動じゃないそんなの。なんか瀬戸セブンの時とはまた違う楽しさがありますよね。瀬戸セブンはすごいなんか元気、はちらつ笑顔わっしょーいみたいな感じだったんですけど、なんかこっちはやりがいがあるというか、スタジオは難しいっていうのもあるし、なんかそんなに表面上でみんなでワイワイやるタイプでもないので、なんかシャドセブンの時はマジで楽屋とかもずっと喋ってるぐらいワイワイしてて、でもなんか曲もそのスタジオとかに比べたらすごい楽しい系が多いとか、そっちの楽しさがすごいあった。その踊るっていうことの楽しさ、パフォーマンスとか空気感とかの楽しさはあって、でもスタジオはなんかそっちの楽しさではなくて、なんかやりがいがあるとか、そっちの楽しさがすごい多いからいいと思う。どっちもいいよね、どっちも。でもなんかもうちょっと相手してほしい。なんかね、スタジオのみんなは静かなんですよ、すごく。あんま喋らない自分から、なんかもうちょっとさ、なんか一緒にウェイウェイしてほしいんですけど、なんかみんなイヤホンつけ始めるよね、なんかちょっと待ってみたいな。そう、なんか最初はマジ戸惑った。そうで、やっぱいまだにマジでみんな本当にもうちょっとなんか仲良くっていうか、もうちょっと喋ってほしいみたいな感じです。結構静かなんですよ、楽屋とか。そう、でもなんか自分がずっと一人でべちゃべちゃ喋ってて、たまにみゆみゆを交えて喋って、まあ、あとメイクさんとかで喋ったりしてるぐらいで、そう、みんな静かやけんね。なんかでもなんかライブになるとみんなすごいじゃん。でもあれもなんか表だから頑張って作ってるとか、なんかそういうことではなくて、なんかレッスン中もああいう雰囲気があるんよ。なんかそう、パフォーマンス中はすっごいワイワイしとるのに、なんかパフォーマンスしてない時は静かなんですよ、みんな。あ、でもやっぱパフォーマンスが好きなんだなっていうのはすごい伝わるよね。なんかでもなんかその楽屋でももうちょっと相手をしてほしいと思う。多分前ぐらい喋る方が多分うるさいだと思うけど、そう、でもなんかみんなおしとやかなんよ、多分。本当はっていうか、その普通に生活しとって、そう、おしとやかんでもパフォーマンスは多分めっちゃ好きで、まあ、テンションが上がってるとかそういうのあるんですけど、なんか踊ったらね団結力はすごいし、めっちゃかっこいいんだけど、なんか裏は多分本当にいい人っていうか、本当におしとやかで、みんなって言うとちょっとあれやけど、なんか自分からあんまり喋る人おらんっていう感じ。逆にそんなあれだけど、ステージに立ったらバッチリ決まってるのかっこいいですよね。まあ、前半もうちょっと相手をしてほしいけど、前半的にはね。うるさい、ほんまにうるさい、ごめんって感じ、マジで。なんか結構みんなね、自分の世界に入りがちなんですよ、なんか楽屋とかだと。まあ自分の好きな動画を見たりとか音楽聴いたりとか、
そう、なんかバッハはメイクとかしながらべちゃべちゃ喋りたいタイプなので、なんかあんまり人とおるときにそう動画とか見んタイプ。あの絶対ももクロさんのライブ映像見るんだけど、なんかそれ以外は基本喋りたいんですよ。なんか嬉しいから人といると。そうでもなんかあんまそういうタイプじゃないみたい。みんな多分話しかけたら話してくれるんやけど、なんかあんまそういう空気感じゃないね。なんかみんな邪魔しちゃいけんと思っちゃってそう、まあでもねいいんですよ。メンバーがめっちゃ好きで、私は最近は特にメンバー愛爆発しとる。なんかさ、もし家におって嫌なことがあるとして、ほんまメンバーだったらね、元気が出るんですよでもなんか、まあ、メンバーは直接会っとるけんそうやけど、なんかショールームとかも結構元気になる。なんか直接話してはないけど、なんかまあコメントとかで喋ってる感じ。なんか私全然コメント読んでないですけど、なんか頭で全部読んでるんですよね。なんかちょっと私が喋りたいことが多すぎて、コメントの開い方がちょっとあんまりよく分かってないっていうのもあるんですけどちょっといまいちコメントの読み方がちょっと下手くそなんですけど、そうなんかね、人と喋るのってすごいね元気が出ると思った。そうなんか人のパワーってすごいだと思う。でも最近はそれを本当に感じる。うん、なんか最近めっちゃ感じるですね。年かな年かな、いや16歳だけどまだ。なんかね、メンバーにしか会ってないからメンバーに元気をもらってるみたいな感じで言ってるけど、本当に人の力は本当にすごいと思う。なんか逆に自分もそういう存在になれてたら嬉しいなと思う。そう、こっちも勝利って元気もらって、あ嬉しいね。なんかそうなんですよ。そうなんです。なんかメンバーと喋ったら本当にずっと笑ってるから、前半もマジなんかずっと手叩いて笑ってるぐらいめっちゃ笑うんですよ。なんかそれね、楽しいよね。人と話すのはすっごい楽しい。元気になる。なんか嫌なこととかあっても、なんか嫌なことなんだっけってなるぐらい元気がもらえるよね。人からパワーをいっぱいもらってる。嬉しいね、そういう関係もう本当にだから卒業しないでほしいんですよ。そういう大事な存在だからこそ卒業なんて言われたら悲しいよね。だから多分実感しないってよく言うのは、多分実感しないんじゃなくて、多分なんか現実逃避みたいな感じなんだと思う。なんか実感したくないんだと思うそっちだろうなと思いますね。マジで好きなんで。確かにそういう場所に入れてるのって嬉しいよね。ほんとにメンバーが好き。あのでもなんか自分の好きなことやってるじゃないですか。あのパフォーマンスがやりたくて入ってきて、なんかメンバーが好きとかってめっちゃいいことじゃん。最高。なんかこう今パフォーマンスができてなくて、メンバーのパフォーマンス見てる時間とかすごい多いんですけど、いやめっちゃ嬉しい。なんか楽しい。そう、カッチャハタリアトゥー、楽しいです。あとメンバーがめっちゃレスくれたりとかね、幸せを感じますね。あのなんじゃら、メンバーが楽しそうにやってるのとか見ると幸せになる、こちらが
だから本当にね、なんか毎日メンバーみんな集まってほしいって思ったそうなんですよ。毎日メンバー集まってほしい、毎日踊ってほしい。マイハも踊りたいけど、なんか多分一回メンバー側じゃなくて、こうちょっと外れたところから見てるけん、さらにメンバーが好きだなって思ってるのもあるかもしれない。そうマジで、なんかほんまにズームとかでもいいけど、毎日顔見せて楽しい話をしたい。だからそこはありがとう。まあそんなふーちゃんの卒コンもあと1日空いて、あさってなので、やだな、ほんとやだ。本当に嫌だけど、なんかちゃんと心の整理をつけて送り出せるようにしなきゃいけないなとは思うね、本当に。でも結局なんかな、マリーナの卒業公演とかもなんか最後まで時間わかんかったやん。なんかさ、すごい素敵なドレスを着てさ、あ卒業するんだってのはわかるけど、なんかその次の日からその人がおらん環境が想像できない感じ。いや寂しい寂しいよね。でもいなくならないと、そのいなくなった時のことって分かんないから、まあとりあえずそのまま、まあ明日になったらちょっと実感湧くかな、明日じゃない、明後日になったら実感ちょっと湧くかなと思うけど。そう、まあ皆さん今日も明日も暑いので熱中症気をつけて頑張ってください、頑張ってください。あ、これ本当に熱中症気をつけてね。なんか自分は大丈夫って思っちゃうけど、ほんまになんか自分なんかが熱中症になるわけないと思っちゃうけど、本当なるんですよね。なんか気をつけてね。前は熱中症になったことないけど、なったことない人が言うとなんかちょっと説得力ないけど、なった人が言うとった、倒れた人が本当に自分なんかなるわけないって思ったら倒れたってよく聞くので、みんなほんまに熱中症気をつけてください。まあコロナとかいろいろあって大変じゃけど、気をつけて熱中症予防のためにもエアコンの効いた家にいるっていうのはいいかもね。うんうん。さあそんなわけで皆さん、そろそろ終了の時間になりました。みんなありがとうございます。今日は平和の平和を願う日、広島に原爆が落ちの日、なんか何事もなく生きているこの日々に感謝をして、なんかありきたりな言葉じゃけど本当にそれに尽きると思う。コロナが流行ってからすごいさらに実感したじゃん、当たり前が幸せだって。なんかそれも含めて日々の今生活を普通にしてることもありがたいと思って生きていこうって毎年考えさせられるですよね。なんかすごい自分の生まれる前だからさ、すっごい昔の話だと思うけど、実際に被爆された方とか
からお話を直接聞いたりしたんですよ。なのでなんかめっちゃ昔のように感じるけど、実際はそう昔の話じゃないなって思うとめっちゃ怖いなって思うから、今に感謝ですね皆さん。あやしさんありがとう、こちらこそ。まあそんなわけでほのたんとあきぬさんのお誕生日おめでとうじゃあ13位から見ます。13位ひすしありがとう。ジュニアあっくくん今日も楽しい夜配信ありがとうございました。こちらこそありがとう。11位おとうぴゃん今日も楽しい配信ありがとう。こちらこそありがとう。10位よさうち今日ずっと眠くてつらかった。あいはの眠り病って言ったんで、そんなことないよ。前は今日眠かった、一緒だね9位ゆうさんありがとう。8位マッシーさん今日も配信ありがとう。またしたおやすみなさいありがとう。7位ザッキーさんありがとう。6位ブックエブさんありがとう。5位テイタン最近テンション高い配信めっちゃ楽しい。前8位のメンバー愛の話大好きです。嬉しいありがとう。4位モーマさんありがとう。第3位はチロワーク夜配信ありがとう。前半が復活してからパフォーマンス楽しみにしてるよ。スタジオのみんなと仲良くない。いやめっちゃ仲いいよ、いやめっちゃ仲いいっすよありがとうございました。2位キヌさん今日前半をはじめ皆さんにもお寄せていい日でした。本当にありがとうございました。48はこんなにカメラって言われるまで気づかませんでした。え確かにね、私もそう思うマジで。おめでとう。48歳、48年生まれ48歳、とても大事にしてくれる一生に1回なんで。そしてそして8はトゥルルルンネネムスさんでした。ありがとう。ということで皆さんも今日も一日お疲れーション。また明日の配信でお会いしましょう。せーのバイチャー。